どうも、アマデサマテレビ始まりました。今日はですね、番外編でございます。まあ、正月過ぎましてですね、正月といえばお餅。正月イコールお餅じゃないですけども、ですね、母っていうのは本当にいくつになってもありがたいと言いますかですね、もう私、今年で44なんですけども、まあ、母からですね、実家の方から大量にですね、お正月ということでお餅が送られてきましてですね。なので、最近はお餅をよく食べるのでございますが、トースターで焼くんですけども、こう、焦げつくというか、くっつくと、お餅がね。で、100均にですね、株式会社キャンドゥさんにですね、まあ、じゃじゃん、くっつかないホイルというものがあったんで、で、これが、まあ、お餅を焼くときってあったから、まあ、試しにどんなもんかって買ってみたら、すごいことになりましたんでご覧ください。はい、ということで、今お餅を1個入れて、このアルミをね、引いた状態で、じゃじゃんということでございます。はい、お餅をこれで焼いてみたいと思います。もうだいぶ一回凍らしてるんでね、ちょっとだいぶ回しときますね。はーい、しばらく待ちます。だいぶこの子もね、オーブントースターちゃんも年季が入ってんですが、山陽さんでございます。僕の学生時代から共にしてる、全然現役でございますね。頑張っております。しばらく待ちます。だいぶ膨らんできましたよ。ちょっと開けてみましょうか。おー、いい感じじゃないですか。これね、もういいっすかね。ちょっとこっからです。こっからすごいっすから。本当だったらこのアルミがなかったらべちょってくっつくんすよ、下にね。それがですよ。では触ってみたいと思います。いきますよ。これ菜箸出してきて、これお餅、すごくない？わかるかな、この凄さ。これほら、全くくっついてない。簡単に取れる。ほら、菜箸に、ほらもう菜箸にはくっついちゃって、全然剥がれない。もう全然落ちない。これほら、お餅くっついちゃってね。こんなくっつくお餅がこの上に落とすと、もう一回持ち上げますよ。ほら、全然くっつかない。わかります？これ。で、この菜箸にはもうこれ、ほら、くっついちゃう。くっついちゃう、落ちない。もう全然落ち、うわわ、ぬるってめり込んでるぐらいだもんね。いやー、これはすごい。ほら、もうこんなくっついてんの。こんなくっついてんのに、こいつの上に落としてもくっつかない。ほら。くっつく。すげえな、マジで。これすごくないっすか。これすごい優秀。びっくりした。もうあのご家庭の主婦の方とかは当たり前だよなんですかね。僕びっくりして、これ。うん、だからこの4月から一人暮らしの子とかとかいいんじゃない、これ。びっくりした。これお餅とかね、まあお餅以外は試してないですが、びっくり。で、いろいろまあ注意点等々書いてますのでね、皆様の判断で安全にお使いください。まあお餅に関してはね、オーブントースターでやる、トースターでやる分にはもう安全に美味しくいただけました。すごかったです。はい、くっつかないホイール、ね、くっつかないホイールということでございます。こんな感じで、やってみた的な動画もどんどん今後出していけたらなと思っておりますので、応援よろしくお願いいたします。ハマテレビチャンネル登録、グッドマークよろしくお願いします。またねー。ハマテレビチャンネル登録よろしくね。